君は時の涙を見る。はい、小津の大趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと変わったものをご紹介したいと思いますが、何を紹介するかというとね、まあかなり前の話になるんですけれども、劇場版ガンダムのね、閃光のハサウェイ、そちらの入場者特典ということでね、各作品のねフィルムが配られてたんですね。まあ1週ごとに、作品が変わっていくっていうやつですね。はい、といったものかっていうとね、あ、ここに一応ファイリングっていうか収納してあるんですけれども、まあこんな感じでね、閃光のハサウェイ入場者プレゼントっていう感じでこうやって手渡されたんですね。でその中にちょっと挿絵とかチラシが入って、その中にフィルムが1枚入ってるんですね。そのフィルムがですね、結構な種類がありまして、まあ、1週ごとに変わるんですが、その1週で種類が全1000種1000種類ものシーンのフィルムがあるんですよ、その1週だけで。だ相当な数があるんですよね。でその中で好きな作品の好きなシーンっていうのを当てるっていうのは、もう宝くじを当てるより難しいんじゃないかっていうぐらいのレベルなんですよね。うん、まあ、なのでね、自分もね、まあ、実際見に行ったんですけれども、まあ、自分が行ったのは第3週だったかな、4週だったか忘れましたけどもね、あのダブルオンのねシーンだったんですよね。うん、なので自分的にはちょっとね、世代的に宇宙世紀のやつがシリーズが欲しかったんですよね。なのでその後ね、いろいろ調べて、まあ、何週目にどの作品かっていうのを調べてね、まあ気づいた時にはね、もうその作品のフィルムが配り配布終了してたりとかね、うん、あったんですけれども、そうなったらね、もうフリマアプリとかオークションサイトで購入するしかないんですよね。でいろいろね、やっぱね、いいシーンがいっぱいあるんですよね。あ、このシーンあったな、このシーンいいなとかね、まあ、この場面かっこいいなっていうのがあって、めっちゃね、なんか買い集めちゃったんですよね。はい、でそれが、まあ、このぐらい集まったんですね、この分厚い、まあ、これが一つだとして、こんだけ集まったんですよ。集まったというか集めたんですけれどもね、まあ、こうやって1週2週でね、袋がね、もう色が違ったりね、うん、で5週目とかこうやって色がどんどん変わっていくんですけれども、この中にフィルムが1枚入ってるんですよね。うん、だからね、それを買い続けてたらね、相当な数集まりまして、まあ、中にはね、もうこのシーンはもう本当激レアっていうようなシーンとかありますんでね、まあ中にはね、数万単位のね値がつくものとか出ちゃうんですよね。やっぱね、1000分の1ですからね、シーン的に。結構名シーンを集めたって言いながらね、なんでこんなシーンがあんのっていう変な珍場面みたいなね、そういうのもあるんですけれどもね、外れシーンみたいな、いろいろ面白いんですよね。だからこういうね、フィルムの配布とかね、どんどんね、劇場特典とかでやってほしいですよね。うん、ガンダムに限らずね、まあ、実際あるんですけれどもね、他の作品でもね。で最後の方になってくるとね、こんなちっちゃい本当フィルムが入ってるだけのやつが配られたりするんですけれども、うん、でこれはね、実際こうやって封を開けないと中身が分かんないんですけど、これの場合はね、普通にこうやって見れるんですよね。うん、なのにフリマサイトとかだと未開封とか未チェックとかね、そういうので出品してたりしますけど、そんな絶対無理だと思うんですよね。こんな絶対ちょっと覗けちゃうんで、まあ、未確認とかね、そういうの絶対ないと思うんですよね。絶対人間の好奇心って勝てないですから、うん、絶対こうやってチラッて見て、ああみたいな感じでね、うん、で未開封にしとけみたいな感じで出品してたりする人がいるんでね、はい、どういうね、まあ、ちょっとね、つぶやきがありましたが、自分が本当買い集めた、今の段階まで買い集めたシーンを
まあ、画像としてね、うん、まあ、写真一枚一枚撮ってちょっとこの後ご紹介していきます。まあ、一応ねどんな感じで私ねコレクションしてるかっていうのをまず知っていただきたいんですが、大体フィルムなので普通になこういう小物入れとかに入れたらわからないじゃないですか、うん、なので実際なんかこうファイリングとかできないかなと思っていろいろ試行錯誤した末に、まあ、あるファイルにたどり着きましてね、はい、それがこちらです。はい、こんな感じでね本当に写真用のアルバムです。あの粘着のやつです。あのここがこうペリペリってね剥がれるやつ、はい、このタイプがね一番いいなと思ったんですよ、収納するのに。まあ、自分でこの写真はね自分でプリントアウトしたんですけれども、まあ、これなんて本当ねガンダムの寄贈時のねカメラ絵がね点灯するシーン、うん、これなんてめっちゃいい場面ですよね。でこういうロゴとか自分がねプリントアウトしてこうやって何の作品かっていうのを分かりやすくしてるんですけれども、こうやってね、作品ごとにファイリングしてます、私の場合はね、うん、はい、という感じでね、まあ一枚一枚ね、まあ、厳選して集めてはいるんですけれどもね、中にはフィルムのシーンによってはね真っ暗な画面があるんでね、そういう分かりづらいのとかはこうやって写真にプリントアウトしたりしてますんでね、まあ、とりあえず結構な枚数があるんでお好きな方はね最後までお付き合いいただければなと思います。はい、結構こういう感じで紹介してる動画ってめったにないと思うんですよね。閃光のハサウェイの劇場入場者特典、そちらの方をねコレクションして紹介してるっていう方はそうそういないと思うんですけれども、はい、なのでマニアな方はねぜひ最後までお付き合いください。はい、早速ファーストガンダムからね順に追って見ていただければなと思います。どうぞ。
はい、といった感じでね、全て見ていただきました。はい、まあ、ちょっとね、先行のハサウェイじゃないね、ククルスドアンとかもありましたけれどもね、ククルスドアンでもね、フィルムが入場者特典としてつきましたんでね、はい、でククルスドアンの島以外だと G のレコンギスタ、はい、そちらもね、劇場で配布されてたのを気づかなかったんですけれどもね、うん、まあそれらもちょっといいシーンだけはね買ってコレクションしてます。はい、まあでもね、こんだけ集めてもね、まだ欲しいシーンいっぱいあるんですよ。一番、とにかく一番欲しいのはね、やっぱガンダムのラストシューティング、はい、それがねめっちゃ欲しいんですよ。一回だけねメルカリで見たことあるんですよ、うん、それ以来見てないですね。近いシーンは見たことあるんですよ。ビームライフルが伸びきっているシーンは見たことあるんですけど、発射直後の輪っかが出てる場面っていうのは本当メルカリのところでしか見たことないですね、うん、そんぐらい一場面一場面がねめったに出ないんですよ。まあシーンによってはね、要はフィルムってコマ送りでやってるんでね、見た感じ間違い探しっていうぐらい、うん、なんか同じシーンじゃないのっていうようなやつとかありますけれどもね、うん、逆にそういう同じシーンで間違い探し的なことでね探すっていうのもね、ちょっと面白いかなとも思うんですけれども、まあとりあえずね、まあまだね、私はこれはコレクションし続けます。はい、ラストシューティングゲットできるまでは、うん、ずっと続けるかな、まあ、とにかくこれはコレクションのしがいが半端なくあるんですよ。ワンウィークに1000種類でしょ、うん、それが6、7週ぐらいあったんでね、6、7000種ぐらいあるんですよね、フィルムのシーンが。だからめっちゃ集めがいありますよね、はい、これを見てねファイナルシューティング持ってる人がいたらね、ぜひ譲ってほしいですね、うん、もちろんタダではございませんけれどもね、まあいるかないないかな、うん、私のこの動画を見てね持ってる人っていうのは多分いないと思いますけれども、はい、まあぜひね、そんな幸運な方がいらっしゃいましたらね、ぜひ、まあ、譲らないにしてもちょっとお目にかかりたいなと思いますね、はい、ということでね、今回は本当私のささやかなコレクションをご紹介してきました。はい、ぜひこの機会にね、ガンダム好きな方いましたらね、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。